え、ご相談です。転職を考えています。現在、東証一部、某エンタメ企業を務めてますが、今後、どういう職につくべきか、アドバイスをいただけます。幸いです。33歳、独身大卒、男性年収400万、実績付き、教以上、売上施設、店長2年、100人位の従業員管理、運営開発、石井サイル立ち上げ運営管理、デザインや動画のラフ案作成やディレクション、過去の業績は新規事業系が多く、課題抽出、問題解決、調整、マニュアル作成は得意、資格だし、こんな私ですが、よそで使い物になるでしょうか。 えっとですね、あの、大企業で、あの、こういうのやってましたっていうので、例えばじゃあ月に1億売り上げがありましたって言っても、それはその大企業でそれなりにその価値のあるものが作られた状態で、それを回してたって話なので、例えばじゃあその、鬼滅の刃がすげえ流行ってますと。で、そこのなんかアニメのグッズを作ってた会社、どこかなバンダイかなわかんないですけど、なんかそのバンダイかなんかで、その、鬼滅の刃ですげえ売り上げ上がったんですよ つっ,っても、それってあなたが優秀なんじゃなくて、鬼滅の刃がすごいんじゃないので、あなたじゃなかったとしても、そのグッズは売れたんじゃないのっていう話になっちゃうと思うんですよ。で、あの、当初一部で年収400万だとすると、多分社内の中ではそこまで評価されてないよねっていう話だと思うんですよね。あの、それなりに優秀であれば、まあ、それなりに年収上がってるはずなので、なので、その、 年収を多分隠してもっと高い年収もらってたって嘘をついた方が多分転職しやすいと思うんですよね。で、そのなんか従業員管理とかもその100人 の自分の部下が100人いるんだとしたら、多分それ課長じゃなくて部長レベルなんですけど、でも部長だったら年収400万おかしいので、それで多分その派遣の人だったりとか、なんか別のそのなんか開発会社とかでスタッフがいっぱいいるところを扱ってましたとかっていう話だと思うんですよ。要はその職員さんがいっぱいいるところのあのなんか会社が一応自分の指揮命令下にしたりなのでそれやってましたって話で、それってそのなんかあの100人の従業員を管理してた話じゃないと思うんですよね。なんかシフト表みたいなのがあって、でそこにあ の派遣のの会社がそこに人をバンバンン当てて込んででって話だと思うのでなのでなんかいろいろやってますっていうのでただ33歳にしてはいろんなことやりつけてるので逆になんか一個一個ちゃんとやってるという感じでもないのかなというところがあるのでなのでなんか、うん、そのいろんなことやってて俺すごいんですっていうふうに言いたくて多分いろいろ並べたんだと思うんですけど逆になんかその。 あんまり凄さがわからなくなるっていう。なんかまあ、盛りすぎっていうのと、本当に優秀だったらもうちょっと給料高いはずなので、なので給料に関しては嘘ついた方が、転職のなんか面接は通りやすいんじゃないかなと思いました。えー、いつも動画見させてもらってます。子供も大きくなったので、パートから正社員に転職したいのですが、今後安定できる職はありますでしょうかえっと、正社員で募集してる会社にバンバン応募してみてください。質より量で、あの、 ま、結局その、たまたま今人足りないよね、みたいなところは応募したらすぐに受かる可能性もあって、そのなんかあの、自分がこういうことやりたいとか、こういうところに行きたいとかっていうより、あの、正社員になりたい人いますかっていうふうに言ってる会社に応募した方が受かる確率高いので、なので必要利量でバンバン応募すればいいんじゃないかなと思います。 え、プラスチック成形の工場で働いている3 3歳男です。ひょんなことから役職がついてしまい部下が皆先輩です。状況的に先輩にお伺い立てないと仕事がしづらい状況です。正直先輩は自分で何とかしろという態度です。後輩も全然育ちにくいか際で頑張るようにも転職した方が良いでしょうか。えっと、ま、時間の問題である程度いろいろ覚えてくるし、あの先輩もなんか対応しないといけなくなるので、あの、上司に言ってみてください。 要はその先輩が教えてくれないからできませんって言った時に上司としては仕事をしなきゃいけないのでその先輩にあのこれちゃんと答えてあげてよみたいな形で多分仕事しやすくしてくれると思うんですよね要はその上司としては仕事がうまく回るようにあなたを出世させたと思うのでなのであのうまくいかない原因があるのであれば上司の人に相談してみてください えー、某お手会社に勤めてますが、数年働いても社風が合わず転職を考えています。どうしても合わないと思ったらさっさと転職すべきでしょうか。はい。また、社内監査が突然鬼畜くなり、処分連発していて、僕も些細なことで処分されるのです。社内は殺伐できすぎすとしています。処分もう連発される従業員が無能ということなんでしょうか。 えっとあの、二つのパターンがあって、あの、本当に無能が多いパターンと、あと、会社がうまくいってなくて、あの、リストラをするために、とりあえず、あの、何らかしらでやらかしたやつにはすげえペナルティをどんどんつけてって、あの、会社をどんどんやめてもらうっていうので、結果的にリストラを進めるっていう、会社がうまくいってないパターンっていうのがあるんですけど、 なので、あの、まあ、普通に、それなりの大きい会社であれば、その決算書類とか見れると思うので、あの、毎年の利益がどれぐらいになってるかとか、売り上げが増えてんのか減ってんのかとかっていうのを見て、あ、これリストラやろうとしてんなっていうのが分かったら、あの、まあ、大手企業だと、あの、辞めるときになんか退職金もありますとかあったりするんですけど、あの、中小とかだとそういうのなかったりするので、あの、いいタイミングでいい転職先に使ったら早めに辞めるっていう方がお得だったりする場合もありません。 32歳女性、5年前に離婚し、6歳の娘を持つ年収600万の女性です。上司がアホで困ったことも相談できず、相談したら客にアホなことを言う気狂い上司を持ち、大変困っています。年収300万の会社に何点ももらったと退職を願いましたが、アホな上司のさらに上の上司に辞めることを止められました。止められましたが、アホな上司に対する不安が止まりません。アホな上司を落とし入れる方法はありますか えっと、転職は相談するものではなく、あの、辞職って相談するものではなく、辞職の届けを出すものなので、あの、さっさと辞めた方がいいと思いますよ。結局、その、アホな上司が分かっている状態でも放置しているということはもうその会社の方針なので、で、その会社の方針を変えるっていうのは基本的にはできないので、なので、あの、人生の時間の無駄になるので、さっさと転職した方がいいと思います。その、えっと、自分で変えられるものに対して、時間なり、その、 リソースなり、まあお金だったりを使うっていうのと、自分の変えられないものにその時間なりリソースなりを使う人っていうのがいて、で、例えばその雨が降った時に、いくら怒鳴って怒ったとしても雨は止まらないじゃないですか。でも、あの、割とその雨が降ってる時に怒鳴ったり怒ったりするような頭の悪いことと同じことをやってる人って世の中多いんですよ。 だ例えばその渋谷駅の前でそのなんかロシアは戦争をやめろとかプーチン辞職しろとかって言ってる人って僕雨が降って怒ってる人と一緒だと思うんですよねあの別になかほら雨が降って怒るっていう気持ちはわかるんですよなんか出かけたかったのに雨が降ったからムカつくっていうのはただそれを怒鳴って で、怒ったからといって雨が止まるわけもないし、渋谷駅の前で日本語で日本人が叫んでるから、プーチン大統領が戦争をやめるわけないじゃないですか。だから、なんかそのあのまあ、やりたくてやってる。私は自己満足でやってる。頭の悪い人ですって自覚があるんだりと思うんですけど、たまにそうなんか自己満足でやってるという自覚がなくて、本当にそのなんか雨乞いの儀式みたいのが役に立つと思ってらっしゃる人っているんですよね。なので、なんか私が一生懸命祈ったから雨が降ったんだみたいな。 あの、雨乞いって成功率結構高いんですよ。あの、古今東西いろんな国で雨が降らない時に雨乞いっていうのが行われるんですけど、あの、なんか、雨乞いをすると大体7割ぐらい雨降るらしいんですよ。で、じゃあなぜ雨乞いをする、あの、すると雨が降るかっていうと、あの、古今東西歴史上の大体の雨乞いって、雨が降るまで続けるからなんですよ。 要は、雨が降るまで2週間ずっと祈り続けたら、そりゃ2週間後に1回ぐらい雨降るよね、みたいな。<laughs> で、なんか1ヶ月祈ってたら、そりゃ1ヶ月に1回ぐらい雨降るよね、みたいな話で。なので、あの、やり続けて一生懸命頑張ったことで、それは、あの、雨が降ったわけではなく、あの、たまたま雨が降るタイミングまで頑張ったっていうだけなんですけど、そのね、因果関係を誤解する人って結構世の中にいるので、なので、あの、会社の上司を何とかしたいとか、その会社の考え方とか方針を何とか、 とかしたいとかっていうのも僕基本的に雨乞に近いと思ってるんですよね。なので、姉はその自分が株主であるとか、何かあの社長の友達であるとかであれば、その直接的に何らかの権力者にあたって物事を改善することって可能な場合もあるんですけど、基本的にはその1社員が会社の方針を変えたりとか、会社の人事を変えたりとかできないので、なので諦めが肝心なんじゃないかなと思います。無駄なことにそうそう使うぐらいだったら、ちゃんと話を聞いてくれる。まともな会社にさっさと転職して、自分の能力とか、時間をそっちに使った方がいいんじゃないかなと思います。はい。 32歳、両人で男独身です。月給36万ほどで月8休みは安定して取れます。労働時間は1日10時間から14時間ほど休憩はほぼなしで、今月で飲食店が全て撤退することのになり会社を退職すること。飲食で転職活動してみると、今より時間休みが少なく給与もかなり低いところばかりで悩んでます。会社に残ると百貨店の素材売り場の販売になると思います。転職するか会社に残ってやりたくない仕事を続けたらどちらが欲しいと思いますかと基本的には世の中やりたくない仕事ばっかりなので、あのお金が欲しいのであれば、 あの、お金が多い、あの、いわゆるお金がいっぱいもらえる仕事をすればいいんじゃないかなと思いますけど。要はその、楽しくて楽な仕事でいっぱい金もらえるといいよねっていうのができるのであれば、あの、そんなに困ってる日本人いなくなると思うんですよね。なので基本的には、あの、金の儲かる仕事っていうのは結構ひどいし、大変な仕事が多いと。で、あの、なんかその、楽に儲かるっていのはあんまなくて、で、ただ、あの、みんながいらない仕事だと給料高いっていう、そういうことものがあるので。 なんか酔ってて自分で何を喋ってるのかちょっとわからなくなりつつありますね。はい。えー、介護福祉士23歳月収手取り25万円、えー。これからの介護業界どうなると思いますかこのまま続けるか辞めて別の職業に着くか迷ってます。えー、これから結婚し家族を養っていくらいか心配です。えっ、ー、と、介護関係に関しては僕はできるだけ早く辞めた方がいいですよというふうに言ってます。あの、結局その、あの、税金で養われてる業種なので、めちゃめちゃ儲かることはまずありません。 で、あの、じゃあ、その、体力仕事で、なかなか、その、あの、いや、腰はしましたとか、そのなんか、あの、まあ、重いものを持てなくなりましたっていうとかなりきつくなっちゃうんですよね。で、20代だと別に、あの、体力あるから全然大丈夫ですってなると思うんですけど、40とかになっちゃうと、体力なくて腰も痛いし、じゃあこれいつまで続けるのってなると、何のスキルもない40代で、これから社会で何とか転職しなきゃなるんですけど、23歳であればまだ簡単に転職できるんですよね。 なので、あの、それなりに頭が良くて、その介護の経営者側に回れるような、その例えば実家で土地があって、介護施設を今後やる予定ですとかであれば、ありなんですけど、経営者側に回る気がないのであれば、介護の仕事は早めにやめた方がいいと思います。あの、 この話をすると、でも介護は必要で誰かがやらなければいけないよね。だから介護の仕事を辞めるなんていうのは良くないよねっていう人がいるのは、社会にとっては正しいと思います。なので、あの、社会にとってどちらが正しいですかって言えば、あの、若い人みんな介護やった方がいいよって僕は言います。<laughs> なので、じゃあ、例えば僕が日本に住んでて、自分がじゃあ、あの、高齢者になった時にもなんか介護してくれる若い人がいっぱいいた方がいいじゃないですか。だから社会にとってはそうだと思うんですけど、その誰も目かさん6100円払って僕に聞いてくれてるので、個人にとって、 得なことを僕は言うようにしてるんですよ。なので、その若い個人にとっては介護の仕事をしない方が得です。ただ、社会全体としては介護の仕事をする人がいた方がいいよねっていうのはもちろんそうだと思います。はい。 えー、フランク大学理系卒医療系業職今年26歳のとこです。会社の経営方針がおかしな方向に向かっていて、また道地元に戻りたいため転職を考えています。最近経営に興味を持ったのですが、今まで勉強してこなかったし、意識もないので、給業は無理だと考えています。しかし、お金もないので学校に行くのも難しいです。そこで経営者と距離が近い、小規模の会社か、弁社企業に転職を考えていですが、この考えは朝かでしょうかはい、朝かです。えー、また面接とかであった際に、いろんな経営者は見抜くポイントなどありますでしょうか長文失礼しました。えっと、見抜くポイントは多分ないと思います。 あの、こいつひでえなって思ってた人が割と会社でうまくいっちゃったりとか、あの人格ちゃんとしてるなっていう人が会社潰したりとかってもあったりするので、あの、結局その経営がうまくいくかどうかって割と運なんですよね。あの、たまにめちゃくちゃ優秀で何やってもなんとかなる人がいるんですよ。その、孫正義さんとか、あと堀江貴文さんみたいな。あの、ある程度知名度が出来上がった人って、知名度があるのでコネクションが簡単に作れるんですよね。なので、例えばじゃあそのなんか、 格屋で潰れそうなところがありますってなと、あとじゃあそのなんかインテリア系でなんかブイブイ言わせてやりたいですってところがあると、知名度があると、こことここ繋ぐだけで手数料もらえるじゃん、みたいな、そういう仕事ができるようになるんですよ。なので、ある程度知名度がある人だったらそれなりにうまくいくんですけど、ただ、あの、そうじゃない場合って、あの、本当に運なんですよね。 えっとね、マネーの虎っていう、あの、金持ちですっていうので、なんか人に投資します、落としません、みたいなことやってた人たちがいっぱいいたんですけど、マネーの虎に出演してる、なんかね、人のね、10人ぐらいその後、なんか自分の会社、 溶かしてるんですよね。<laughs> なんか偉そうに、なんかお前にビジネスなんかできねえよとか言ってるラーメン屋とかが、いやいや、お前のラーメン屋潰れてるじゃん、みたいな。<laughs> っていうのがあって、割となんかね、偉そうに言ってる経営者も時間が経つと結構なんか全然こううまくいかないってなったりして、なのでその、運でたまたまうまくいってる経営者って結構多いんですよ。 なので、そのなんか人を見ただけで、そのなんか能力が分かるっていうのがまず誤解であるっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思います。えー、高卒30歳 ADHD です。機械設計の仕事をしてますが、職場の上司との報告や業務所のやり取りが難しく叱られてばっかりです。社会的後者ではないかと考え困り合ったとおります。起業して自分が主人になって業務を進るようになれば、それからがなく働けんのではないかと思いつきましたが、 え、どうしたらいいか分からなくなっています。現在副業としてミリタリーアイテムを個人用にし、ヤフオクに出品して月3万程度稼いでいます。会社を辞め起業すべきでしょうかはい。多 <laughs> 分あのね、コミュニケーションが不得意なんだと思うんですよ。 なので、あの、人と関わらない仕事だったら普通にできると思うので、で、ミリタリーで3万いけるのであれば、あともうちょっと他のものとかも広げていけば、それを10倍にしたら月30万円なので、なので、あの、他人とのやり取りをしないでできる、背取りと、あの、アマゾンにおろせみたいな、そういう仕事をやり続ければいいんじゃないかなと思います。あの、人それぞれ向いてること向いてないことってあるので、なので、あの、コミュニケーションするタイプは向いてないっていうだけで。で、今、ロシアに行くと、めちゃめちゃ安く買えると思いますよ。はい。